桐生ドリーム戦1号艇村松修司選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。約5年ぶりの桐生出イベントになりましたけれども。そうですね。そして今節は43号機ということですけれども、はい、昨日の全権で乗られた印象というのはいかがだったんでしょうか。なんか総合的には悪くないなと、いい方かなと思いましたね。あ、そうですか、はい、今日はあの8レースとの2走ということになりますけれども、はい、まず1走目に向けてやっておきたいところというのはいかがですか。スタートの起こしが少しこうムラがあるので、うん、そこはちょっと外回りとプロペラ微調整でちょっと感触をつかみたいなと思っているぐらいですかね。それ以外のも、乗り心地などは気になる。乗り心地もかなりいい方だと思いますね。そうですか、うん、じゃあとはそのスタートの部分だけと、はい、いうことですね。はい、それでは最後に久しぶりの桐生スイメンとなります。ゲストの皆様に今節の意気込みをお願いいたします。はい、久々に桐生走れて嬉しいです。ベスト尽くして一生懸命頑張ります。応援してください。桐生ドリーム戦2号艇長岡亮也選手です。よろしくお願いします。お願いします。約1年半ぶりの桐生となりました。久しぶりのスイメンいかがでしたか。まずは全権では。いや、はい、特に変わりないです。はい、そしてモーターについてですが、今節は72号機ということですけれども、昨日の全権で乗られた印象というのはいかがだったんでしょうか。まあ、ちょっとそのまま叩いたりしたんでちょっと分かってないです。はい、今日もじゃあまずはこの4レースに向けては作業としてプロペラの作業になりますか。もろもろですね。はい、じゃあこう全体的によくできればなという感じですか。はい、はい、体幹なども含めても、これからです。はい、わ、はい、かりました。さあそれでは最後に、今節の意気込みをゲストの皆様にお願いいたします。全勝します。はい、キリュードリーム戦3号艇青木源太選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。今年は3回目のキリュと、はい、よく来てます。はい、いうことになりますけれども、今節は13号機ということですが、はい、プロペラが、まあ前の永田修司があの壊したみたいなんで、はい、交換になりました。新しいプロペラのからのスタートということになりますけれども、あ、そうですね。はい、まあ、ちょっと叩いて、はい、まあ、いつも通りぐらいの形にして乗って、まあ、プロペラ自体は、まあ、こんなもんなんじゃないかなという感触です。あ、そうですか。はい、モーターの感触としては今の段階ではいかがですか。ちょっと悪そうなんで、まあ、レース足はレース行かないと分からないんですけど、まあ、キャブレター変わってるんで、そこのテストと、まあ、違和感をちょっとでもなくしていく作業ですね。ありました。さあ、今節は5日間の、ね、戦いということになります。そうですね、はい、まあ、1日短いですけど頑張りたいと思います。ではもう一言ゲストの皆様にお願いいたします。はい、ちょっと、今回のエンジン怪しいですけど頑張ります。桐生ドリーム戦4号艇内堀学選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。約1年ぶりの桐生と、はい、いうことになりました。休み明けの、ね、レースということになりますけれども、はい、今節28号機ということですが、全権そして今朝乗られた印象というのはいかがですか。昨日も今日もちょっと直線弱めだったんで、はい、これからちょっと部品も含めてプロペラも含めてちょっと時間あるんで、はい、いろいろ試したいと思います。やっぱりまずその直線を求めることが、そうですね、一番の課題になりそうですか。まあ、普通は言っててほしいですけど、特に伸びを求めて伸び型にするっていうつもりはないんですけど、はい、あの最低限の伸びは欲しいですね。じゃあまずはこの最初のレースまでは忙しく作業になりそうですかね。はい、いろいろやりたいと思います。はい、わかりました。それでは最後、今節の意気込みをゲストの皆様にお願いいたします。はい、最終日最終レースまで、気持ちで走ります。ご声援よろしくお願いします。桐生ドリーム戦5号艇馬田義則選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今年は2回目の桐生と、はい、いうことになりますけれども、今節は40号機になります。はい、はい、昨日の全権そして今朝乗られた印象というのはいかがでしたか。昨日乗ってちょっとなんか違うなと思ったんで、はい、ちょっとペラ叩いて、はい、うん、今日乗ったらまあ上積みしてると思うので、これでいきたいと思いますけど、はい、はい、特に上積みできた部分というのはどなたでやったんですか。タン周りがねちょっとなんか違うなと思ってたんで、はいはい、まあ、そこがちょっと修正できてる、うん、ちょっと乗りづらいんですけどね、まあ、そっちの方が足が良さそうなので、まあ、ちょっとレース行ってからですね、はい、前半一致してからですね。はい、分かりました。それでは最後に今節に向けてゲストの皆様に意気込みをお願いいたします。はい、キリュー家が遠いんですけどね、よく呼んでいただいて、好きな水面です。一生懸命頑張ります。お願いします。キリュードリーム戦6号艇村上亮選手です。よろしくお願いします。お願いします。前回の桐生は7月のルーキーシリーズでまくっての優勝ということで非常に印象に残っていますけれども、はい、そのあたり今節はアドバンテージというのはありそうですか。調整の面では、イメージはつけてるんで、まあ、その方向で行ってみようかなと思ってます。そ
して、今節は33号機ということですけれども、はいはい、あの前傾、そして今朝乗られた印象というのはいかがですか、モーターは。前傾の感じだとちょっと、まあ、僕にはちょっと乗りこなせないような感じだったので、はい、まあ、調整が必要だなと思って朝からちょっとやってみたんですけど、うん、まあ、今日に関しては悪くないのかなっていう気がしてます。わ、うん、かりました。さあ、今節まずはね、ドリーム戦は6号艇ということになります、はい、意気込みを最後にゲストの皆様に頂戴したいと思います。はい、いいレースをお見せできるように頑張ります。応援お願いします。